株式会社富士セラミックスは、静岡県富士宮市に本社を置く、圧電セラミックス製造メーカーである。清路光浦は1975年、ゲンテルモ株式会社の圧電部門が、分離独立して、圧電セラミックス専門メーカーとして、富士宮市、黒田の倉庫を借りて創業した。当時は、圧電セラミックスそしてその応用製品として、圧電セラミックバイモルフ。 ガス着火点火線、医療用超音波プローブ用素子を主軸に事業を開始した。また、テルも株式会社時代に開発した水銀体温計の技術を利用した積算タイマーも主要製品として製造した。圧電、セラミックバイモルフは長岡のレコードバリカートリッジとして一世を風靡した。その後、音源がレコードから CD に移行するとレコードバリは 市場から姿を消した。ガス着火点火線は今では国内で製造しているメーカーは富士セラミックスだけになった。積算タイマーは水銀の環境配慮の検知から生産が中止されたが現在でも画期的な商品として市場には存在している。本社工場を現在の場所に新築移転し産業用応用製品として魚群探知機、そナあそし、 超音波端小要素子、加湿器要素子の圧電セラミックス素子の製造が行われるようになった。圧電セラミックス素子を利用した加速度センサ AE センサーの開発も行い、OEM 製品として市場に展開した。1995年には、車載用ノッキングセンサ用素子の製造を開始する。2005年に、イアトフ16,949の 認証制度を取得し国内外の自動車、部品メーカーに対して25年以上、ノッキングセンサ用を提供していいる。数少な圧電セラミックスの専門メーカーとして、技術で社会に貢献するをモットーに等しながら、量産品までを柔軟に対応している。また、技術サポート資料として、自社監修の、圧電セラミックテクニカルハンドブック。 加速度センサテクニカルハンドブックがある。ありがとうございます。